声大きい。元気ですか。元気ですか。イエーイ、ありがとうございます。手振ってくれました。ありがとうございます。あなただけですよ、手振ってくれてるのは、ありがとうございます。今日は最後まであなたのことだけ見て頑張りたい。中心に行いたいと思いますね。頑張っていきましょうか。改めまして、平野町サマーフェスティバル2017お越しいただいた皆様、こんにちは。こんにちは。司会進行を担当します、C-WAVE FM いわきのベティと申します。よろしくお願いします。大丈夫です。日本人です。日本人でございますんで、ご心配なくね。そして同じくワンバンコ富田君2票でおま、よろしくお願いします。はい、富ちゃんです。よろしくお願いします。場内割れんばかりのまばらな拍手、ありがとうございます。いや、まばらって言ったらもう一回しなきゃいけなくなるでしょ。すいません、お手におけがはありませんが大丈夫ですか。どうもすいません。しかしちょっと天気が心配ですけども。いや、やんだでしょこれ。やみましたね。ちょっと詳しい人に聞いてみましょうか。はい、天達遠いな。それは無理だな。木原さん、そらしろ。それも絶対無理ですけども。あ、今日は金曜日なので。でもなんか詳しそうな人がそちらに8匹来て立ってるんで。あの方別に天気ばっかりに詳しいわけじゃありません。何でも詳しいんだよ。全体的に詳しいですから。本当にすごい人なんです。はいはいはい。先にね、ご紹介をしたいと思います。大会開会宣言をしていただきます。平野町サマーフェスティバル実行委員長の鈴木正則さんです。鈴木さん、お願いします。似合いますね、オレンジ色が。お願いします。皆さん、こんにちは。多くの皆さんのご協力いただいて、ようやく今日の開会にこぎつけました。今話がありましたけど、天気はいまいちですけれどね、皆さんの熱気でぜひ吹っ飛ばしてほしい、そんなふうに思っております。存分にお楽しみをいただきたいと思います。ではここに広野町サマーフェスティバル2017の開会を宣言します。よろしくお願いします。ありがとうございます。元気に宣言していただきました。もう先ほどから随分スタッフのように動いてましたから ね今のところ時刻3時15分ですけれども、お、15分ですけども、ね、まだまだ続きますので最後まで楽しんでてください。お願いします。はい、じゃあそろそろ行きましょうか。どこに。あのお店に。あ、お店に行った方がいいですか。行きませんか。行きますか。行きましょうよ。でここからですね、我々があのステージを降りてって。どうもどうも、こんにちは。これ何で行くかというとですね、ワイヤレスマイクのどこまで届くのかというのを試してるんですよ。調整本部でございます。こちら本部でございます、はい、本部には鈴木さんが手を叩いて座っております。こちら本部です。本部です。はい、我々の間を少年が走り抜けてきました。いいじゃないですか。キューゴもございます。キューゴファンですね。今日もご協力お願いいたします。お願いします。そして警察署、よろしくお願いします。お願いします。我々長年やってますけど、警察の方が直接我々のところに来て、落とし物や迷子があった際はよろしくお願いします、と言われたのは初めてです。ありがとうございました。何でも言ってくださいね。言ってください。いつでも多いな。失礼してもらいただきました。ありがとうございます。ヒヨノコプロジェクトさんでは今日ヒヨコのグッズを売ってるって言ったんですけど、お話をじゃあヒヨノコプロジェクトさんにお話をしております。お話をヒヨコプロジェクトさんにお話をどれだけプログレス、ホームTシャツと、ピロボーンのカバンと、あと無料で、株式会社レースから、ちっちゃいおもちゃ、はい、女の子用のおもちゃ、無料で準備してます。これ、女の子用の化粧品ですね。女の子。女の子。もういいや。どんだけ。女の子集まって。女の子。わかりました。そうです。野菜です。東京が暮らしたら日本一なんです。どうですか。食べるんですよ。じゃあこれちょっとつまんで。少し。あ、これ一個あげます。今食べる女性用のカーニーの間に東京が挟まれてる。ありがとうございます。お友達さんです。お友達です。パチンコです。分かりやすいので食べてください。緑の左端です。続いて株式会社斉藤工業。ありがとうございます。ジュース、ハイボール、レモンサワー、生
いい感じに上がっております。隣の湯で登ることと争っております。500円買ってね。ルーベリー買ってね。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 頑張ってね。
取ります、焼いてくれます。今度は何、スタバワールドやるみたいじゃない。そうだね、そんな話はしないよ。違う、今スタバワールドまだお世話になったら、お前に喋らせに後ろで焼き物焼いておきます。はい、頑張ってね、頑張れよ。アルパカを飲む、一緒にやったというね、双葉未来学園高等学校吹奏楽部です。張り切ってお願いします。大きな拍手お願いします。
はい、では改めましてこんにちは、双葉未来学園高等学校吹奏楽部でございます。先ほど、ご紹介いただきました、本校、創設今年度でおかげさまで3年目となりました、全学年揃いまして、まあ、こんな感じで一昨年、昨年はちょっと吹奏楽コンクールに初めて出て、まあ、ありがたいことに県大会出場させていただきまして、その日とこの日がかぶってしまいました。ちょっと去年は、出場できませんでした、今年その分今年にちょっといろいろ思いをかけてきたんですけれども、まあ、一昨年本当になんかこう、まあ、正直なところ今保護者の方もたくさん来ていただけているんですけど、まあ、やっとで演奏してたという状態だったわけですけども、まあ、このようにおかげさまで3年目でいろんな方々のご支援あるいはご寄付などをいただきまして、楽器をこうこのようにこういろいろこう必要なものをこう揃えることができたりですとか、まあ、あとまあ、部員の皆さんもそうですけど、皆とにかくいろんな方々のおかげでこのように、今活動ができますことを非常に今感謝申し上げます。ありがとうございます。では1曲目ですけれども、今はザ・ブームの曲ですけども、だいぶ昔です、20年以上前の曲ですけども、風になりたいという曲を演奏いたしました。続きまして2曲続けてお送りしたいと思います。これも今から20年前に流行ったもので、未だにベストヒットとして語り継がれている曲ですけれども、スピッツというグループのチェリーという曲、それからもう一つはですね、サスケという人がいますが、そちらの青いベンチという、これもだいぶこうそうですね、ロングランヒットを放っていたような日本の J-POP の名曲2曲を続けてお送りいたします。どうぞお聴きください。Thank you.
two, one, two, three, go!皆さん行きますよ。ラブドドンファービースアンダーザルールエブリバディグーダダンダダンダービースアンダーザルールエブリバディグーダダンダダン危ねえ。ワン、ツー、スリー、ドン。はい、皆さんしゃがんでください。はい、しゃがんでください、しゃがんでください。はい、皆さん飛びます、飛びます、飛びますよ。いいですか、せーのって言ったら飛んでくださいね。はい、行きますよ。皆さんごめんなさいね、行きます。はい、せーの。ありがとうございました。はい、ハオリマルヒアフラ教室の皆さんにあります、フラお楽しみください。大きな拍手をどうぞ。Why be not me away?
風の声に
行ってみましょう。平第三小学校吹奏楽部の皆さんの演奏でお楽しみください。大きな拍手をどうぞ。皆さんこんにちは。平第三小学校吹奏楽部部長大谷亮です。今日は5曲演奏します。精一杯演奏するのでどうぞ楽しく手拍子などをしながらお聴きください。これから演奏する曲はマーチングフェスティバルで演奏するビートルズメドレーです。どうぞお聴きください。
皆さんにはこの後3曲ご披露いただきたいと思います、はい、1曲目は流星という曲ですね、はい、またかっこいい曲なのでまずは1曲聴いていただきたいと思います。みんな大丈夫？準備は OK？ それでは行きましょう。広野昇龍太鼓の皆さんです。大きな拍手お願いします。